アンドレイ・ルブリオフは1971年のソビエト連邦の映画である。監督はアンドレイ・タルコフスキー、脚本はアンドレイ・コンチャロフスキーとアンドレイ・タルコフスキーが務めた。出演はアナトリー・ソロニーチン、イワン・ラピコフ、ニコライ・グリニコ、ニコライ・セルケーエフ、ニコライ・ブルリアーエフ、イルマ・ラウッシュなど。15世紀初頭のモスクワ大公国を舞台にコン画家、 アンドレイ・ルブリオフを描いた歴史映画である。本作が制作された当時のソビエト連邦の映画は完成するとまずスタジオの審査にかけられ、さらに国家検閲を経てから一般上映される仕組みになっていた。本作においては1966年に完成しながら検閲で歴史的解釈や暴力的描写が批判されて直ちに一般公開が許可されず、後に 作品の一部をカットして検閲を通過したものが1971年にソビエト連邦内で一般公開された。また、1969年ソビエト連邦での一般公開が許可されていないうちに第22回カンの国際映画祭に出品されて当年の国際映画批評家連盟賞を受賞した。本作の舞台は15世紀初頭のモスクワ大公国である。 タタール襲来とルーシ諸公の内乱が続いた動乱期を背景にロシアの最も優れた遺恨画家アンドレイ・ルブリョフの苦悩と模索を描いた。ルブリョフの生涯を単にたどるのでなくその生涯に関する総話や中世ロシアの史実を下敷きにした総話を織り交ぜた八つの章とプロローグ、エピローグを合わせた全重章を叙述することで物語は進む。プロローグと エピローグを除く8つの章はそれぞれ題名が付けられて、年代順に並べられている。また、プロローグから、最後の審判1408年夏が第一部、襲来1408年から、エピローグが第二部の二部構成になっており、日本公開時は、第一部に、動乱そして沈黙、第二部に、試練そして復活と独自の放題が加えられた。 プロローグ熱気球の打ち上げ準備をする人々と、それを邪魔しようとする人々が入り乱れる中、気球から垂れたロープに吊るされるような格好で、イエフィムが聖堂の屋上から離陸する。イエフィムは地上にいる人々を見下ろしながら、高く舞い上がってゆくが、やがて高度を下げて墜落する。墜落後、沼の傍らで寝そべる馬が映し出される。 旅芸人1400年、アンドレール・ブリョフ、ダニール、キリールの3人の画像は、長年暮らしたザゴルスクのトロイッツェ・セルギエフ修道院を出て、新天地モスクワを目指していた。一行は道中で大雨を避けるため、通りがかりの小屋に入る。小屋では村人たちが、みじめな貴族のことを、笑いの種にしたスコモローフの歌と踊りを楽しんでいたが、間もなく兵士たちが乗り込んできて、 スコモローフを連行する。モスクワのアンドロニコフ修道院、フェオファン1405年ルブリョフたちは、モスクワのアンドロニコフ修道院で、新しい生活を始めた。ある日、キリールは著名ないコン画家、フェオファン・グレクの工房を訪れて、フェオファンから助手になることの勧誘を受ける。しかしキリールは断り、フェオファン自らアンドロニコフ修道院に赴いて、 助手になることを願い出てくれるのであれば受けたいと答える。後日、フェオファンの使者がアンドロニコフ修道院にやってくるが、この時の目当てはルブリョフだった。死者はルブリョフに対して、フェオファンが助手として来て欲しいそうだと伝えると、ルブリョフは即座に受諾する。これを聞いた、キリールは嫉妬と深い怒りにかられ、修道院での生活を捨てて現続する。 アンドレイの苦悩1406年、フェオファンとルブリョフが、それぞれの信仰を語り、遺根のあり方について、議論を戦わせている。ロシア人民の無知は彼ら自身の愚かさのせいだ。人民の神に対する恐れがなければ、信仰は成り立たないと主張するフェオファン。一方のルブリョフは、人民は確かに無知だが、いたずらに怖がらせるのではなく、 未来への希望に目覚めさせる遺恨を描くべきではないかと主張する。そして映像はキリストの卓形を再現する場面に変わり、ルブリョフの語りが重なる。祭日1408年ルブリョフたちの乗ったボートが川西に着く。その日の夜、ルブリョフは笑い、叫び、強制をあげながら、色欲の儀式をあげていた全羅の異教徒たちに出くわす。 怪しい光景に心を惹かれて集団に近づいていくが、異教徒に捕らえられて、貼り付け台に縛られる。そこへ一枚の毛皮を羽織っただけの異教徒の女が、やってくる。女は毛皮を脱ぎ、縛られたルブリオフと口づけを交わす。翌朝、ルブリオフたちがボートを出して川を進む頃、騎士の上では兵士たちが異教徒りをしていた。昨晩の女は川に逃げ込み、 ルブリョフたちの乗るボートのそばを泳ぎ去っていく。最後の審判1408年の夏、ルブリョフとダニールは、大公の命令を受けて、ウラジーミルのウスペンスキー大聖堂の壁画を制作していた。しかし、ルブリョフは絵に悩んで仕事が進まない。共に聖堂で働いていた彫刻家たちは、大公の側近スティパンのことが気に入らず、 大公と反目する大公の弟の下で仕事すると言って聖堂を出て行くがステパンに襲われて仕事などできないよう目をえぐられてしまう。この時ルブリョフたちがいた聖堂に妖求の女が迷い込んでくる。聖堂の中をさまよう女の姿を見ていたルブリョフは壁画の新しい発想が浮かび喚起する。従来千四百八年大公のルスを狙って大公の弟と タタール兵の連合軍がウラジーミルを襲撃する。兵士たちは男の胸を切り裂き、女をさらい、牛に火を放つなど、支柱で大虐殺を繰り広げる。ルブリオフや妖狂の女、大勢の市民が逃げ込んだ聖堂にも、騎兵たちがなだれ込み、混乱を極める聖堂の中で、兵士の一人が妖狂の女を強姦しようとする。それを止めようとしたルブリオフは兵士を殺してしまう。 殺人を犯したルブリョフは罪を償うために絵筆を折り沈黙の誓いを立てることを決意する。沈黙1412年ルブリョフは妖郷の女を連れて再びアンドロニコフ修道院に身を寄せていた。ルブリョフは絵を描かず沈黙の行を続けている。そこへキリールが姿を見せて再び修道院にいさせてほしいと院長に行こう。院長はキリールに対して ここに残りたければ、聖書を15回書き写せという。さらに後日、タタール兵たちが修道院にやってきて、兵士の一人が、陽教の女をめとってやると言って連れ去ってゆく。金1423年キリールは、沈黙の行を続けるルブリオフに対して、かつてはルブリオフの才能を妬んでいたことや、ルブリオフが絵を捨てたと知ったときは、嘘が腫れたことなど告白を始める。 さらに、このまま、遺言画家としての天文を寝かせておいてはいけない、絵を再び描くべきだと熱心に進める。イタリ生産者、アンドレー・ルブリョフ一方、芋の氏の息子、ボリースカが、大公から金作りを命じられる。ボリースカは、大勢の職人と資材を使って金を作り上げて、その公開式に、大勢の市民が集まる。その中には、ルブリョフ、陽教の女が混じり、 また大公とその側近たちや外国大使らも臨席していた。そして鐘が鳴り、鳴り続ける鐘の音を聞いた、ボリースカは力尽きて地面に倒れ込む。そこに、ルブリョフが現れて、ボリースカを抱きかかえる。ルブリョフは沈黙の誓いを破り、お前は鐘を作り、私は遺コンを描く。共に、トロイツエ・セルギエフ修道院に行こうとボリースカに言う。 エピローグここまでの映像はすべてモノクロームだが、エピローグのミカラーとなって、ルブリオフの描いたイコンが、次々と映し出される。映し出されるイコンは、栄光の玉座の救世主、十二使徒受胎告知、十二使徒エルサレム入場、交坦、栄光の玉座の救世主、キリストの変容、ラザロの復活、受胎告知、ラザロの復活、交坦、イタリ生産者、大天使。 にかる、首都、パウロ、旧聖主の順に、その細部、または、全体が映し出される。そして、ラストシーンへとクロスフェードして、雷雨の中、川辺に佇む4頭の馬が映し出されて、幕を閉じる。1961年、僕の村は戦場だったで、長編映画の初監督を務めていた、アンドレー・タルコフスキーは、その制作中に、コン画家、 アンドレイ・ルブリョフに関する映画の企画書を映画スタジオのモスフィルムに持ち込んだ。1962年2月に脚本執筆の契約を結び、タルコフスキーと脚本の共同執筆者、アンドレイ・コンチャロフスキーは映画の舞台となる中世史や当時の芸術文化に関する書籍や記録を詳しく調査しながら、同年12月に第一稿を完成させた。その後、2回の開稿を経て、 1963年12月に脚本の最終稿がモスフィルムに承認された後、1964年4月にはソビエト連邦における映画全般の管理を担っていた中央行政機関ゴスキノでも脚本が承認されて映画制作が始まった。また時期を同じくして映画雑誌映画芸術4月号と5月号に脚本の最終稿が連載されて、 歴史家、映画研究家や一般読者らによって、社会政治的側面、歴史的側面から広く議論がなされた。そもそも、ルブリョフの生涯の映画化は、映画俳優、ワシー・リー・リバーノフの構想から始まったものだった。リバーノフは、パルコフキーとコンチャロフスキーと3人で、モスクワ郊外の森を散策中に、ルブリョフの脚本を共に書くことを提案したが、 タルコフスキーとコンチャロフスキーは、リバーノフが他の映画に出演中に二人で脚本を執筆し始めた。ルブリョフを題材に選んだ理由は、ロシア文化史上第一級の人物の一人であったからである。しかし、タルコフスキーは、ルブリョフの電気映画や歴史映画にするつもりはなく、それよりむしろ、ルブリョフの生きた時代と芸術家の人格形成との関連性を表現する。 ことに興味を持ち、ルブリョフが芸術家として成熟していく過程を描こうとした。金1423年のショーの撮影を行った、スーズダリのポクロフスキー制度をそして、主役のルブリョフ役には、スベルドロフスクの無名の舞台俳優だったアナトリー、ソロニーツチンを選んだ。映画雑誌、映画芸術に掲載された脚本を読んだソロニーツチンは、ルブリョフの役に惚れ込み、慈悲で、 モスクワへ行って、タルコフスキーに会い、この役を自分以上に演じられる者は誰一人としていない、と断言した。それは、タルコフスキーも同感で、自分の抱くアンドレール・ブリョーフに、最も近いものを見出したが、モスフィルムが起用に反対した。どうしても起用したいタルコフスキーは、古美術の専門家や修復家からも意見を聞き、ソロニー・イッチンが適役であると多くの専門家から助言を、 受けたことで自信を深めて、起用を決めた。撮影は、脚本が承認されてから1年が経った1965年4月14日に、スーズダリで始まった。スーズダリでは、ポクロフスキー制度を使って、金1423年のショーの撮影を行い、それ以降は、ネルリ川や、ウラジーミル、プスコフ、イズボルスク、ペチョールイの史跡を使ったロケーション撮影が行われた。 また、当初の撮影予算は160万ルーブルだったが、数字にわたって予算が削減されて90万ルーブルにまで減額された。予算の削減に伴って、クリコボの戦いを描く合戦シーン、太閤の弟が白鳥狩りをするシーンや、タタール兵と要求の女との間にできた子供の出産を農民が手伝うシーンといった脚本にある、いくつものシーンを削除した。 制作は1965年11月から1966年4月まで豪雪によって撮影を中断したが、全体としては順調に進み、撮影開始からおよそ1年の間に作品が完成した。本作の第一版は1966年7月に完成した。この時の題名はアンドレイの受難となっており、 上映時間は205分であった。しかし、中央行政機関、ゴスキノの検閲で、歴史的解釈が批判されたほか、上映時間を短縮することや、暴力的描写、ヌードシーンの削除が要求されて、直ちに一般上映が許可されなかった。批判を受けた具体的な内容は、襲来1408年の章において、民衆は、タタール軍に蹂躙 虐殺されて一方的に打ちひしがれる描かれ方をしているが、ロシア人民はもっと勇敢にもっと英雄的にタタールと戦い続けたという歴史的解釈の異論があったほか、暴力的描写は最後の審判1408年夏の章で彫刻からの目をえぐる場面など、ヌードシーンは祭日1408年の章の異境いたずらの儀式の場面などが議論の的となった。 監督のアンドレー・タルコフスキーは、そういったゴスキノの要求に段階的に従い、元の205分版を数字にわたって、カットと編集を重ねて186分版まで短縮して、題名をアンドレー・ルブリオフと解題した。モスクワのドムキノソビエト連邦内での一般上映が、ゴスキノによって差し止められていた間、モスクワのドムキノでは、 映画専門家を対象に限定的に公開しており、高い評価を受けていた。その評判は、ソビエト連邦にとどまらず、多くの国外の映画専門家にも及んでいた。1967年に、フランスのカンヌ国際映画祭で、10月革命から50年、経ったことを機に、ソビエト映画史を振り返るイベントが開かれて本作が、招待されたが、まだ未完成の作品という理由から、 ソビエト連邦当局が出品を断った。その後もカンヌ国際映画祭の総代表、ロベール・ファーブルイコール・ルイコールブレは、ソビエト連邦当局と交渉を続けて、1969年の第22回カンヌ国際映画祭に出品されることとなったものの、ソビエト連邦内で一般公開されないことに対する抗議として、 パルムドールや審査員特別グランプリの選考対象とならないコンペティション外での招待出品作として扱われ、さらに上映されたのは映画祭最終日の午前4時に1回だけであった。こうした国外での評価に加えて、映画監督、グリゴーリ・コージンツェフ、作曲家、ドミートリー・ショスタコービチ、映画雑誌、映画芸術の編集者らをはじめとする、 タルコフスキー作品の国内の支持者がソビエト連邦での一般公開に向けて尽力していた。タルコフスキーと妻ラリーサ・タルコフスカヤも一般公開を支援してもらえるよう影響力を持つ大勢の人物に対して手紙を送り続けており、ラリーサは映画を携えてソビエト連邦閣僚会議議長アレクセイコスイニンと面会もした。そして、 1971年にコスキノは186分版の一般公開を承認して12月24日にソビエト連邦内で一般公開を開始した公開期間中フィルムは277本プリントされて298万人の観客を動員したがこのプリント数は当時の他作品と比較すると非常に少ない受給関係が釣り合っておらず タルコフスキーは公開当時の日記に新聞はルブリョフが上映中だということについて何も触れていない。街にはポスター一枚ないそれなのに映画のチケットは入手不可能な状態だ。映画に感動した様々な人が感謝の電話をかけてくる。と記している。こうして一般公開を認められていなかった作品が後に公開を承認された理由の一つは 創造的な知識人たちへの恐れが当局にあったためと考えられる。タルコフスキーは一般公開された186分版を最終版と位置づけて186分版は最高かつ大成功したものであり編集やカットをしたことによって映画の主題の変質もなかったと述べた。186分版の原版と異なるものとして205分版の完全版や さらにカットした短縮版など数多くのバージョンが存在する。劇場で公開された際の上映時間は国や地域によって様々で、1973年に北米で公開された版は、原版から20分ほど短縮した165分版であり、イギリスではさらに短い145分版。 日本では原版をわずかに短縮した182分版が1974年12月7日に公開された。また、1973年にソビエト連邦でテレビ放映されたものは、主に襲来1408年や祭日1408年の場面がカットされた上映時間101分の版でソビエト連邦が完全にカラーテレビへと移行していないといった理由から、 ルブリョフの遺恨が映し出されるエピローグの章がカラーではなくモノクロで放映された。その後、1987年にもソビエト連邦でテレビ放映されたが、この時すでにカラーテレビへ移行していたにもかかわらず、エピローグはモノクロのままであった。その他の版として映画の冒頭にルブリョフの生涯と歴史的背景に関する簡単な説明文が 付け加えられた版もある。また、205分版の完全版は、劇場での公開がされなかったものの、1990年代以降に、アメリカ合衆国の映像ソフト会社、クライテリオンコレクションが、レーザーディスクや DVD で販売したことにより、その全体像が明らかになった。それまで日の目を見ることがなかった完全版の出所について、 タルコフスキーの妹マリーナ・タルコフスカヤは映画を編集したスタッフの一人だったリュドミラ・フェイギーノワが205分版のプリントを密かに自身のベッドの下に保管し続けていたと述べた。一方、完全版を販売したクライテリオンコレクションの制作者マーク・ランスは映画監督マーティン・スコセッシがロシア訪問の際に入手したプリントをもとにソフト化したものだと述べた。映画批評家 ロスチスラフ・ユレーネフは、本作を映画の構成は複雑で、時には上長に感じられる。すべての人間像を俳優が見事に描き出しているとは言えない。しかし、これすべての欠点といえども、個性と才能に溢れた作家により作られた、この得意で私的な映画の極めて高い評価を変えさせることはできないと評した。構成の複雑さや上長については、 映画監督で、アンドレー・タルコフスキーの国立映画大学時代の詩で、あるミハイルロンムも、全体としては、どうもまとまりに欠けていると評しており、これは作品に含まれている多くの主題。例えば、破壊に対する創造と再創造の勝利と、魂の滅びに対する、贖いの勝利、人間と、神、人間と、自然、芸術家と、大衆、芸術家と芸術の形、ロシアと、 物理的、神秘的要素としての国土、そのそれぞれの関係が各章を通じて全身的に叙述されていることに起因する。さらには、階層や幻想と現実の場面が、それぞれ明確に分けられておらず、それに伴って場所が不明な場面も多く描かれることも構成を複雑にしている要因の一つである。しかしながら、その一方で、文筆家、若菜薫は映画の持つ、 構成の複雑さを、時間の重層性、多層性、また上調さを、通時的に展開する緩満な時間の流れと、表現して、この映画の時間の重層性、多層性は二つの時間の流れによってもたらされている。一つは、通時的に展開する緩満な時間の流れであり、もう一つは、現在と過去、現実と幻覚の工作による急激な時間の流れである。 この作品の映像の持続を支配するのは、二つの時間のポリフォーニーなのだと考察した。また、俳優の力不足については、その一部をタルコフスキー自身が認めていた。タルコフスキーは、配役にあたって、表だった才能とか、そういうものに、私たちは注目しませんと述べながらも、作中で、少年、ボリースカを演じたニコライブルリャーエーフや、 ガソーキリールを演じ台湾ラピコフの演技に満足してなかった。タルコフスキーとアンドレイ・ルブリオフの掃除についての批評も多くなされた。その背景には、タルコフスキーがルブリオフの電気映画や歴史映画にするつもりがなかったことや、さらにルブリオフの生涯を記録した確かな資料が少なく、不明な点もをいため、ルブリオフの人となりを描くことには電気に縛られない。 自由さがあったことが挙げられる。本作の中のルブリオフは新しい世代の人文主義的な芸術家として描かれ、モノローグが自由さや抑圧からの解放を示唆していること、少年ボリースカの金づくりの描写など、本作は芸術家としての創造性に関することが作品の基調となっている。そこに描かれた社会と芸術家との関わり方について芸術歴史家、 ミハイル・アルパートフは、映画制作者は、ルブリオフと見せかけて、想像の苦しみを味わう、新時代の画家を演出していると評して、映画批評家、佐藤忠夫は、パルコフスキーは、この映画で単に中世の圧政と悲惨さを描いているのではなく、彼自身が生きた現代ソビエトの圧政をそれに、ダブらせて描いているのであると思う。そしていつの日か、圧政を見続けた目が、 ルブリョフの遺憾のような慈愛に満ちた芸術作品を生み出す力になることを念じているのであると評した。ただ、その一方で映画批評家ジャンミシェルフ・ロドンは主人公アンドレイ・ルブリョフと20世紀のソ連映画監督アンドレイ・タルコフスキーの類似点を描き出すことがゴールではないとも述べている。1969年から1973年にかけて フランスとフィンランドで映画賞を受賞した。一つは1969年に第22回カンヌ国際映画祭に出品した時のものである。この時、ソビエト連邦でまだ一般公開が許可されておらず、公開を許可しないソビエト連邦当局に対する抗議として、パルムドールや審査員特別グランプリの選考対象とならないコンペティション外での招待出品となった。 しかしながら、本作は観客の高い評価を得て、国際映画批評家連盟賞を受賞した。また、この時のカンヌ国際映画祭は、出品作を選ぶ主導権が出品国の映画関係機関にあったが、1972年以降の回からそれが映画祭当局に移ることとなり、本作の出品と受賞をめぐる一件は、そうした未来への一つの助賞となった。さらに、 1971年にフランスのフランス映画批評家協会の最優秀外国映画賞。1973年にフィンランドのユッシュ賞で最優秀外国映画賞を受賞したほか、個人では1970年にイルマ・ラウッシュがフランスのエトワールド・クリスタル賞の最優秀外国人女優賞を受賞した。歴代映画作品の中から傑作を選び順位づけるといった 映画戦は世界各国の様々な団体で実施されている。イギリスの新聞ガーディアンとオブザーバーの映画批評家からの投票によるグレイテストフィルムズ・オブ・オール・タイムとして1位がチャイナタウン2位タイで本作とサイコが選ばれたほか、イギリスの映画雑誌エンパイアにおいてザ・100ベストフィルムズ・オブ・ワールド・チネマの87位に選ばれた。その他トロント国際映画祭が ザ h e e s s e 100を発表して本作が87位に選ばれた。ありがとうございます。